今年11月、渋谷駅で線路切り替え工事が行われます。渋谷駅では、2015年から駅改良工事が進められており、今回、渋谷駅周辺の街づくりの一環として、山手線の線路とホームを高くする工事を実施します。これに伴い、11月18日に、山手線外回り、大崎渋谷池袋間、19日に、内回り、 池袋渋谷大崎間の全列車を運休し、その他区間でも大幅な減便が行われます。18日、19日共通で、京浜東北線の快速運転を中止、最強線、臨海線で新木場から大崎から赤羽間を増発運転、相鉄線直通列車は、池袋まで延長運転を行います。湘南新宿ラインについては通常通り運転します。 東京メトロ全線、都営地下鉄全線、臨海線全線、西武摩川線を除く西武線全線、東横線渋谷武蔵小杉間、池上線全線、大井町線大井町自由が丘間、目黒線目黒武蔵小杉間、東急玉川線全線と京急線線学寺品川間で振り替輸送が実施されます。これで8月10日の KAB ムービーズを終わります。